はい、今ですね、どこにいるかっていうと、山梨県の笛吹にいます。で、伊佐温泉があるんですけど、そこのところの湯をね、引っ張ってるんですけど、薬石の湯、海泉ってところに来てます。まあ本日日付がね、平成27年、2015年の12月26日なんですけどね。まあこんな感じで来てます。まあ結構良かったですね。初めて来たんですけど、まあ宿泊というか、まあ24時間滞在できるんで、まあ寝てですね、夜来て、でお風呂2回入ってですね、食事もして、今朝10時なんですけど、出ました。まあこんな感じね。で、これ駐車場ということで、まあこの辺り結構お店があるんで、何かお腹空いた場合、中でももちろん食事することできるんですけど、周辺でね、食事するのもいいと思います。でこれからちょっと今静岡県伊豆の方に行こうと思ってるんで、なんかしようと思ってます。でこんな感じで、送迎のね、バスが空いてるんで駅の方行ったりします。